もしもし母さん、おあのさ、ありがとう母ちゃん、僕から見たらおじちゃん、育ててくれてマジ感謝、尊敬してるよなんだ。ありがとう母ちゃん、プロレスラーみたいなパーマ、俺は素直に表せないから、感謝と笑いを歌うから、ついに野村で生活、ね、足に似たチャンネル T シャツ、もう処理してないから受け深くなってるのに、デトックスに照らす野村装着まで計画、間違えた美に対する執着、高段住宅大邸宅、ママの愛称で定着、でも心配性で迷惑なんて嫌でも最高の贅沢、たまに外食を計画する、丸い背中胸が熱く、おお俺の母ちゃん、近くで見たらもう怖いじゃん、恥ずかしいよ授業参観、何色なんだよその革ジャン、ガキの頃そりゃうちマジ金なし、大人事情がわかるわけなし、パパがいる家ほんと羨ましい、だけど毎日元気に朝立ち、丈夫に産んでくれた母ちゃん、俺親父の代わりになるからさ、生きる喜びそして辛さ、それを教えてくれたことに感謝、おー俺の母ちゃん、自称昔はいい女だけど、よく間違えられるじゃ、仕事帰りのフィリピンだ、こないだ男の写真を机にたくさん並べてた、あたしも昔は遊んだもんだと自慢話してた、その様子を隣の部屋から俺こっそり見てた、こちらに気がつきちらっと見た後ポツリとこう言った、誰が本当の父なんだ、おいおい母ちゃんそりゃないぜ。あのさ、今度アルバム出すんだけどさ、母ちゃんの歌入れてもいい？うん、残念ながらキャラ的なものは入ってこないけど大丈夫？まあそれはいいとして、久しぶりに月曜日行くからさ、夕飯何作ってくれるの？明日？うん、何が食べたい？カレーとか。カレーがいいの？うん、チキンカレー。お、いいね、うん、あれうまいよね。分かった。こないだウルトラマンの人形を机に並べてた、あの子が昔使ったもんだと懐かしがっていた、その様子を隣の部屋から俺こっそり見てた、こちらに気がつきちらっと見た後ポツリとこう言った、これがあんたの父なんだ、おいおい母ちゃんそりゃないぜ。おー俺の母ちゃん、意外とジョークもいけるじゃん、育ててくれてマジ感謝、尊敬してるよあんた、ありがとう母ちゃん、遠くてもわかるよ母ちゃん、育ててくれてマジ感謝、尊敬してるよ母ちゃん。あれ、雇用証明書は来週持ってった方がいいよね。送ってよ。うん、あ、持ってくけどさ、あれってどこでもらったの？保育園でもらったし、区役所でもらった。何、またなくしたの？違う、違くて、足捻挫したんでしょ？そう、晴れてんの？あ、晴れは引いてきたけど。おねえ、待って、用事あったかもしれないから送るから。いや、だから月曜日に行くよ、それで書くよ、会社のとか名前が必要だって。だからそれも